まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。8番のプレイヤーは発言してください。ああ、俺か。はい、おはようございます。そうですね。まあ、思ったことを素直に言うってことですかね。あと、人外って結局のところは、まあ、味方が誰だか分かるんで、あの、多数の意見になりやすいから、なんだろう、村がそのままずっと言ってることに対して、すべてが、なんて言うんですかね、ああ、じゃあ、こっちの意見の方が多いから、これが正しい方なんだなって、流されやすいっていうところもあると思うんで、そこはね、ちょっと、しっかりと自分の意見を持ったまま、しっかりと精査してほしいと思いますね。まあ、適当にあげるということで、3番さん、何かあるかもしれないということで、3番さん、あげさせていただきます。はい、適当です。そういうところもあるんで、しっかりとやっていきたいと思ってます。何かあるかもしれない。よろしくお願いします。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。はい、よろしくお願いします。9番です。そうですね、じゃあまずは5番さん、スタンドアップ、5番さん、あげよう。名刺しておきます。理由は名前を聞いて一番釣りたいなと思ったんで、はい、ですね、直近の8番さんに関してはですね、まあ、人外というのは見方が分かる、まあ、これは多分狼の話ですね。色が分かっているからこそ、まあ、同調していくと。じゃあそういう、8番さんの進行に、沿った形で、私が提示するのはですね、殴られるのを恐れず色バンバンぶつけ合いましょう。ちゃんと村が対話をできるその姿勢が整っていれば勝てます。闇雲に言い合いとか進行論の違いだけで白黒だなんて決めつけをしないこと、ただし恐れをしないこと、相手のヘイトを恐れない、これが大事だと思ってますよ、8番さんっていうところですね。以上。1番のプレイヤーは発言してください。5下げようか5を下げます。8か9上げてもいいかなと思ったけど、ちょっとさすがに発言順遠いから下げとく。で、8に関しては割といいこと言ってるなとは思った、内容的には。まあ発言近いところを上げた方がいいと思うけど、内容的には人外の票に流されないで自分の意見を持ちましょうっていうのは、まあ、結構いいことは言ってるなって思ったっす。で、9については、ちょっとまだ分かんないかなって思ってて、なんか9は完全無職って感じ。8は、まあなんか3上げるのはちょっとよく分からんけど、いいことは言ってるなって思ったっす。2番のプレイヤーは発言してください。3番さん下げます。3番さん下げる理由は、正直まだ喋ってないんで、3番さんの考察聞いて怪しかったら、その怪しいと思った人が挙げてください。で、俺8番さん、9番さん、共に人外だと思ってて、まず8番、みんな誰を挙げるか下げるかを見て考察すると思うから、8番さんってまず、誰を挙げるかから始まらず、持論言ってて最後に言ったとこ、あと、名前で何かあるかっていうのでなんか挙げて、適当に挙げてる感じが、なんかおかしいのと、9番さんもその8怪しまずに、なんか9番さんの名前でなんか挙げてるとこが、ちょっとさすがに雑だなと思うから、狂人人狼、人狼人狼、とりあえず両方人外だと思うから、もう1番さんもうちょっと8、9殴ってよかったかなとは思います。3番のプレイヤーは発言してください。はい。俺は8番さんあげますね。はい。なんだろう、やっぱり、まあ2番さんも言ってたけど、最初に言うことじゃなくて、自分の議論から始まったっていうところが、まあ俺もまさにそうだなと思っちゃったんで、まあ2番さんとはまあ意見が、まあ合うかなっていうところなんですけど、っていうくらいですかね、印象として。だから8番あげましたね。はい。まあ、9、1はちょっとわかんないですね、正直。9は色落ちてないし、まあ1番が8、9、7してたけど、まあこの位置でちょっと次1ってのはまだあげられないんで、まあ2周目ちょっと聞いて考えようかなと思ってますね。はい。8番さんあげます。以上。
4番のプレイヤーは発言してください。8下げます。8下げと、まあ上げたいとこあったんですけど、俺の最初ローが今1番3なんですよ。1番3っていうのはやっぱり村の行動なんですよね。実際多分8、9どっちか上げたかったっていう発言残してますけど、下げって言ったんですよ、5ちゃんと。あ、村だなと思いました。2の色も見たいんだな。で、まあ2番3は一応8、9人外。まあそこの考察は一旦いいんですよね。ただ、3番3についてはなんか殴り返しにしか見えなかったんで、実際俺も3を上げたいなと思ってます。この中でサイクロは3かなと思ってて。8番3っていうのはまあ、初手でまだ、そこまでその、上げるほどかって、急とそんな変わりないぞってところで、3は8を上げたところがちょっと黒目じゃないかなと思ってますね。8は別に2周目1かなと思ったんで、その、先に言う言わないだけっていうのはなってところかな。はい、5番のプレイヤーは発言してください。結構むずいんですけど、ちょっとすいませんね。3番さんあげときます。3番さんあげときます。ね、8番さんがまあ適当に3番あげるのはいいんですけど、9番さんは多分3番さん下げた方が良かったと名前で言ってるから、だから2番さんの考察で8番9番が両方人外って言ってるのはちょっとおかしくて、8番あくまで一発目で3番っていう誰もあげる状態がなかったから3番っていうのを上げてるだけで、8番の行動は別に自然というか普通って感じなんですけど、9番はその3番をほったらかしにしてまう5番を上げて、あと適当に上がってる位置を増やしてるっていう状態を作ってるんで、9番の行動はあんまり村っぽくない。だから2番さんが8、9一括りにしてるのがおかしくて、3番は8番の勝手に上げられたところを単純に殴ってるって、2番のその発言の意図はあんまり汲み取らずに2番、さんと同じ意見って言ってるのがおかしくて、で4番がまあ今3番に関してスポット当ててるのは良くて、8番を下げたのは割といいかなと思ってます。1番のこと取った行動もいいと思います。発言順が遠い5番を下げるっていう行動自体が、あの変なところが上がらないように組み取ろうとしてるのは1番が良かったかなと思ってて、まあ、2、3にちょっと違和感ですね現状。あと9番さんの取った行動はあんまりムラリない。6番のプレイヤーは発言してください。自分はですね、4番さんを上げます。あの理由なんですけど、5番はあの3番を上げる理由に関しては理解できるんですよ。3番っていうのが、まあ、2番に対して、まあ、8番の殴り返しっていう話だから、まあ、5番なりに3番を上げる要素は分かるんだけど、4番が3番上げたかったんだけどって言ってやってる行動が初下げっていうのが違和感でしかないですね。だったら3番上げればよくないですか。4番して3番が、上げたかったよね、3番が8番に対して殴り返したよねって、5番とほぼ同じ論理を4番が言ってて、だったら1人しか上がってない8番が2周目めちゃくちゃ黒いかもしれないのにそこで下げる権利を使うの、だったら3番上げとけばよくないって4番して思ったから、4番がめちゃくちゃ黒いなって思ったんで4番上げ。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。私は9番さんを挙げます。まあ理由は、まあ名前的にって言うけど、9番さんも名前的になんか5番さんと仲良さそうな名前なんでね、俺はこの、ルールの時はとりあえず3人上がりきる、この商品に陳列される状態で下げるか上げるかっていうのをやっていきたいんですよね。ここで、まだ3人出揃ってもないのに下げた1、2、4っていうのは俺の中の心象は悪いです。はい。じゃあなんで1上げなかったのかなっていうのはさっき言った通りです。はい。で、まあ、そんなところですかね。はい。じゃあ2周目どうなっていくかですね。あと気になるとこは、まあいいですわ。8番のプレイヤーは発言してください。はい、4下げでお願いします。4番が狼だった場合、2、3っていう流れで8を怪しんでる視点があったことから、4番が狼だったら私を釣り流れを作ればいいと思うことから、そんなに私を下げる必要ないと思ってるからね。2、3、4っていう流れで。だから4番さんの狼目っていうのは結構低いのかなと思うから、4番さんは、この3人の中だったら
あれかなって。でね、3番さん、これもしかしたら当たったんじゃないかなと思うんだよね。だって言われてることってさ、一番最初の発言の人がさ、誰かをあげたらさ、それが黒いっていう話になるでしょ、結局のところ。そうなってしまうと、それを純粋に殴り返して釣られそうでやばいって言った3番さん、オオカミで、2番さんがね、結構目立つことを言ってるし、実ははちゃめちゃだと思ってるから、2番さん今日じゃないかなと思ってるんですよね。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。いや悩むなあ。5番さん上げでお願いします。2週連続上げだね。理由としてはね、シンプルです。まず2番さんか5番さんかで悩みました。2番さんは不平等精査です。8番さんが最初に持論からスタートし、3番を上げてる理由が浅すぎるっていうけど、8番さんがあの位置であの順番でね、その詳細なことを言えたらそれはそれで気持ち悪いですね。9番さんとしてはですね、8番さんに引っかかるところなかったんで、あえて別に3番下げる必要もないんですよ。5番さんに言い返すとですね、その位置ですでに上げられたからといってあなたの首が大いに締まるわけではありません。しっかりと発言で白目を取れればあなたを下げる人物が出てきますから。だからそれがムラ目がないっていう思考がそもそもおかしいかな。ムラリってそもそも何かって思ってる違和感があるんで、5番さんがムラ側ではないと思ってます。1番のプレイヤーは発言してください。パス。3、4、7、8、9だったらどこつってもいいかなって思ってるぐらいムラっぽい人がいないなと思ってて、2番が2周目あれ、俺5番下げますって言ったんだけど聞こえてなかった。5番下げ。どっから聞こえてるか分かんないけど、俺は3、4、7、8、9がおかしいと思ってて、7は、まず意味不明なのと、4については6の指摘が真っ当なのと、で3についてはまあ何人かが言ってた通りで、8番については、なんだっけな。忘れた。9番が言ってたのは、なんか2が狂人っぽいって言ってたのが9番だっけ。8番だっけ。あ、8番だったかな。2番が狂人っぽいって言ってたよね、確か8番って。俺は4と7が結構狂人っぽいなと思ったんでね。4がなんか釣られ懸念はあまりなさそうだが、なんか0にする意味がほぼないと思ってるから、だから4なんか狂人っぽい動きしてんなって思ってたら、7番もなんか意味不明なこと言ってるから、4、7がなんか狂人っぽいなって思ってたから、 なんでそれより2番なんだって思ったのが違和感で、で9については5番6番ぐらいじゃねって思ったんだよね。俺真っ当な位置だから視点が全く合わないです。5番より怪しいとこ山ほどあるから、だから3、4、7、8、9のどっかの中から3本あげるべきかなって基本的には思ってます。2番のプレイヤーは発言してください。4番さんあげます。なんか4番さんやっぱその位置でなんか下げてるのが怪しいかなと。ブレ精査も合わない。やっぱりね、俺は普通は隣の人8番だったら9上げ、9番は8か1上げがセオリーだと思うね。その2項ってその発言聞いて判断できるから、だから3とか5上げたところで喋ってないから判断できないから、その上げ方は絶対おかしいから、そこをかばってる4がおかしいから、俺8、9、4ここ三人外だと思うんだよね。で6番さんが現状その4叩きが現状最白かな。で7番さんは結構まあ自分を疑ってきたけど、まあまあ怪しい位置少しは合ってたから、で1番さん5を一応下げてるし、3番さんって8上げてるし、俺の理想は8、9、4、この3人が上がってるのが理想かなと現状思ってるんで、一応4番上げました。だから俺3番さんの8上げって真っ当だと思うんで、まあ誰かなんか下げる余裕があったら3を下げてほしいかなってとこなんだよね。3番のプレイヤーは発言してください。
はい、ですね、俺、結論して9番さん下げますね。うん、俺、多分4、7がどっちかも、どっちも人外だと思ってるんで、4、7、狼か狂人。だから、ちょっと下げました。3は自分なんで下げられないし。まあ、9番さんもおかしい。まあ、なんか、8番と9番が一緒って言ってたけど、俺一緒じゃないと思ってるんで、8は普通に上げたかったですね。なぜ遠い俺なのかっていうところは、あと、最初に持論から述べてたんで、なんか、狼で、言うの忘れちゃったのかなってみたいな感じで印象を受けたんで、4、7、8、5、3人外だと思ってますね、俺は。はい。で、意味で、気温差下げました。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。じゃあ、2番にしとこうかな。2番上げ。2番上げでお願いします。いや、てか、まあ、3番さん入ってていいね、もう完全に。スケールおかしくない?2 番2の894人外つってる中で、なんであなたは気温されて2の評価を下げないのって話。1もスケールが若干おかしくて、5を評価してんだったら、5番2な4番がいいねっつって下げた人だから、なんで俺を疑う目線を持つのってとこで、1、2、3は結構スケールがわからないかな。6番さんは良かったっすよ。別にそれは俺との考え方の違いで、お前は上げないとダメだろ、そこはっていう。俺は村っぽいと思った人は下げればいいと思うし、悪いと思ったら、あげればいいだけだし、8はあの時別にいいでしょ。そんなに黒くなかったでしょって思ってたんで、一周目だし、はい。5番のプレイヤーは発言してください。あげるしかない。あげるしかないとなると、すいません、ちょっとごめんなさいね。3はもう絶対生き残らせようと思ってて、2と4、こうもう完全に対抗してるんで、4、4下げます。すいません。これちょっとむずくて、本当はね、あんまりね、両方2も4もちょっとあんまり釣りたくないんですよ。あの、考察合ってないんですけど、2番4番それぞれの考察って。ただ他にも釣りたい位置結構多くて、9番は俺に着目するより 100% 7番着目するべきだと思うし、7番って、あの9番さんに言いたいんだけど、7番って、あの、9番の名前と5番の名前同じだからみたいな感じで9番上げてるから、9番で着目すべきは俺の発言よりも7番の発言だと思う。7番最終発言で意味わかんない9番の上げ方してるから、だから9番はスポットの浴びせ方がおかしいっていうのと、あとね、だから7番もその点でおかしい。その最終着地点で9番上げてるのがおかしい。もうめちゃくちゃ議論してるのにスポットあんまり当たってない9番を見ちゃってるから、7番さんの議論しておかしいんだよ。6番のプレイヤーは発言してください。はい、これは予想だけど4、8、9の3人外っていう2番のスケールが一番近いから、今3人が上がってるんでしょ。3番を下げます。で、7番に2本上げさせますって感じで、はい、お願いします。3番を下げます。で、4番さんが、だから、じゃあ8番から初週段階、村要素拾ったんかって話。3番が8番上げました。その後4番が8番下げました。4番が8番の村要素拾った場合に、3番を上げるではなく8番を下げるのはわかるんだけど、あなたって3番の人外要素拾ってた場合、拾っていたのに、やってる行動が2周目1やる8番を下げるって行動。8番が仮に村だった場合でも、4番その行動を違和感に覚えなきゃダメでしょ。8番って完全に2周目だから。それでなんで4番が下げないのかが俺は理解ができない。ここに少なくとも1人外は絶対いると思うわ、4、8には。で、9番に関しては5番の指摘通り。7番は、多分もともとデコだったんだろうなとは思うんだけども、まあ、ふざけて9番上げてるのね。6番3、4、5番。9番が5番に対して、
2周目段階でしっかり白目を取れれば5番を下げる陣地が出るから村井うんぬんっていうのが当てはまったよねって言ってるけど、そもそも9番が5番を上げてることが、まあ、村井がないよねっていうのが言ってるから、まあ、論点がずれてるなって9番に思ったから、もう陣外臭いと思ってるし、まあ、少しね2番には、ね、あのやってほしかったのはあの3番を下げる行動をしてほしかったかな。4、8、9の3陣外っていうのがめっちゃしっくりきてたから、2番には3番を下げて9番を上げさせれば489っていうのがテーブルに上がったから、それやりたかったなっては本当は思っているって感じです。はい、俺は4番を明確にしていたと思ってるから釣りたいと思っている。7番のプレイヤーは発言してください。はい、いや6番さんが4番を明確に釣りたいんだったら4を上げるべきじゃない、3を下げるんじゃなくて4を上げるべきじゃない。で、あなたが下げた3番は47陣外みたいなこと言ってるんだよ。その7に、2つ上げ、あ、そうか、上げなきゃいけない。2だから、俺は6番上げて、あと1枚を、どこにしようか。4に上げますね、4。お、お、これは、さっきの話の続きなんだけど、3番3下げるってことはさ、3番は4、7を怪しんでるのに、7に2票を、入れるっていうのがさ、なんか矛盾してない ?6 番さん。うん。と思う。あと9番さんで言ったのは、それ言いたかっただけです。はい。投票を始めてください。ありえん。オラじゃないべ。4番のプレイヤーが選ばれました。7番陣外やの3に入れとるやん。しょうがないですね、6番さんが占い出たってところなんで、まあまあしょうがないですね。まあ突っ込まれてましたけど、あの一応言ってるんですよね、まあ、8番の白要素、下げるまでの要素じゃねえだろって言われたけど、そもそも8番、3番が黒いって俺は思ってたんで、後手で絶対3を上げる人出てくるんで、8番さんって先に下げといてあげればいいじゃないですかところっす。まあ、これは考え方の違い。これ役抜いてくるかな、ありえんのは簡単なんですけど、名前出ちゃうと多分下げるのってなかなか難しいと思うんですよ。陣外ってありたいから絶対、はい、そういうメラキアです、ね、8番さんに対して、はい、以上です。夜が来ました、目を閉じてください。4、5、8、5、8、7、5、8、7、3陣外やろ。7番の3投票はおかしいわ。釣りでいいやろ。7は陣外確定やろ。これ3神来るんじゃない？神ずらしで。神ずらしで3来そうだけどね。朝が来ました。昨夜死んだ。ああ、やっぱり。3番。5番のプレイヤーは発言してください。うわ、霊能占ってるんか。7番さん昨日なんで3番入れたんやろ。あ、1番さんはね、俺役職だと思ってた。4黒か。でもこれ2番さん多分村ですよ。
裏というか白ですよね。究極人47ローローかな。究極人47ローローな気がするな。これね、ちょっと2も4もちょっと微妙で分かんなくて、それより下げないといけないという選択肢で3番も釣っちゃっていいかなと思ったんで、よく分かんなかったん で2番の4番と殴り合いはなんかどっちもなんか分かるところがあったので、ここへ待て、救急人47ロードだと思ってるんで、今日7番あげますね、すいません、7番あげます。あ、7番あげるとかないのか。だから7番を釣りたいと思ってます。7番の最後の6番の出し方とか、なんかちょっと6番がね、3番を下げるっていうのでちょっと察するべきかなと思ったんで、フリージュのデージの仕方が昨日の段階でちょっと違和感かなって思いました。6番のプレイヤーは発言してください。基本的には8番の乗っ取りっていうのは合わないようにします、強靭でね。4番下げてる行動がめちゃくちゃ人外臭かったからなんだけど、白でした、8番がね。の塩ってことだね。1番がなぜか小声ってのがよくわかんないですけど、まあ、6番守る主張なんだから、ちょっと5番さん釣られてくれませんかね。5番、5番の段階下で初週段階は3番上げ、2週目段階は4番下げなんですよ。4番と露骨にラインがあるんですよ、5番って。5番さん村だったら釣られてくれませんかね。2番4番どっちも釣りたくなくて、3番を上げておきたくて4番下げたっていう話ですよね。4番下げるね、全然共感できんけど。7番さんは3番入れた理由だけ言えばそれでいいっすわ。盤面把握できてないのか人外なのかっていう話なんで、まあ、キーマに関しては5番から聞かれたことを言えばいいんじゃないですか。はい、俺は5番釣りいいと思ってます。7番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。3番に入れた理由はもう本当に押し間違いです。はい、2と4、で6番さんって挙げてて、6番さんが占い出てわーってなりました。なんでルール違反と言われたらもうそれは仕方ないです、ごめんなさい。で俺は5番さんですね。5番さんっていうのは4番を下げたじゃないですか。で2番さんは4番を上げたと。はい、で5番さんは、2に行っている。5番さん2に行ってて2を村って言ってんの。ああ村だと思うって言ってんの。それよくわからんな、5番さんが。っていうところで、まあ、1番さんが6番を守れるかどうか、まあ、3番が噛まれてるんで乗っ取りっていうのは可能性はあるんだけど、まあ、そこまで追ってたらもう俺の IQ じゃ追いつかないんでもう見ません。8番のプレイヤーは発言してください。はい、私が乗っ取りだったら4番さんに白打ちますね。私4番さんのことリスペクトしてましたから。はい、びっくり屋の4番さんからでした。で、そうですね、5番さんでいいんじゃないかなと思っていて、その理由なんですけど、2番さんの村をどこで拾ったのか分かんないんですよね。で、7番さんを釣る理由が分からないんですよね。その決定的なのが、5番さんって4番さんをさ、下げているっていうのは、まあ、皆さんおっしゃる通りなんですけど、7番さんが4番さんを上げてるんですよね。となった時、5番さん視点っていうのは、2番さんより7番さんの方が村っぽく見えるはずなんですよね。最終段階のあの時の行動的にはっていったところで、5番さんの方がっていうところもあるんですよね。だから7番さんと9番さんの、村かなって、まあ、村をだったら村を当てることができれば、まあ、2号釣り機でいいんじゃないかなっていうのはありますね。いや、そのセオリーがどうかわかんないですけど、別に私がどこ上げようがいいかなと思ってて最初で、2周目に関してはそのことから2、3で8を釣りをして、8が8がって言ったところで4番がこの私を外していた、私目線っていうのは4番さんの心象は良かったので4番さんを外したっていうだけだったので、そうですね。だから5番さんが2番さんよりか7番さんを怪しむ、最終的な行動を怪しむのがちょっと違うなと思ったので5番さんかなと思ってます。9番
のプレイヤーは発言してください。まあ5番さんで終わんじゃないですかね。まあちょっと7番さんが多分3人入れた理由って、俺6番さんに1周目聞いて占いで出たとて6番さんに偽じゃないかなって思っちゃったんだよね。まあ7番さんの理由聞いたらちょっとまあ笑っちゃいましたけど、だって4番さんって2番上げたよね。だから4黒結果見えたら2の黒追いづらいなっていう考察を5番さん視点で落とせるんだったら、まだしも特に落としてないじゃないですか。2番白いってあなた未投票してるじゃないですか。プラスね、あの7番が9番を名前で挙げたからってさ、そんな理由なんないですよ。僕2周目言いましたもん。あのちゃんと発言してれば、あの上がってようが後に下がるからって。名前程度で挙げられたものってすぐ下げられますからっていう感じです。はい、直近8番さんの発言聞いても、まあ別に3番がどうってなんか役持ってて乗っ取ってる、まあ1番の発言は聞いてないけど、わかんないけどね、ないと思ってます。ここで終わんじゃないですか。1番のプレイヤーは発言してください。基本的には心身っぽく見えてるから、同票になったら6番に合わせてください。で俺は6守れるから、俺5守った理由はなんか5番がなんか噛まれたくないのかなと思って、6番以外で役ムーブしてるところを守りたくて、で6番の対抗が出そびれた構図だったとしたら2日目に出てくる可能性もあるし、うん、その場合っていうのは平和村の2日目ドン進行ってむちゃくちゃ陣が弱いから、だからその場合に関してはあんまり6神ってよりは他の役位置狙ってくるかなって思ったから、俺は2日目グッジョブも出したかったから6守んないで役っぽい5番を守ったっていうところです。どうせだったら6に合わせてください。2番のプレイヤーは発言してください。まあ5番行こうかなと思うのは、自分が4上げてたんだよね。自分が4上げてて確か2と3 4が上がってる時に5番さん結構なんか考察おかしかったんだよね。そこで4下げたんだよね。あれやっぱちょっと違和感あったんだよね。やっぱ4下げてる時点で5番やっぱおかしい。俺投票してるから、5かなと思うんで、7が強靭なんかな。俺6番占いじゃないかなと思った、3白持ってる。だからそこ上げてる7が強かなと思うね。まあ9番さん俺に入れてないからね。まあ4、まあ8が死んだったら4黒でしょ。4の相方はやっぱ5だ。ないかな、下げてるから4を。うん、4、5、ローロー、7、強。まあけど6番さん、俺占い、ありだったよ。だって、霊能と狩竜とかで、潜伏してるから、俺ってないじゃん、役確定で。無駄占いしちゃってるから、俺占いでよかったと思うけどね。俺占いするんかなと思ってた。けど。まあ5番で終わるといいけど、終わらなかったらまあ7だろうね。投票を始めてください。あーやだ、5番のプレイヤーが選ばれました。終わらんのか。5番のプレイヤーは発言してください。今スムラなんですけど、あの釣りたい位置って俺もともと2、3、4、3人が上がってるよりも7番と9番釣りたかったんですよ。で7番と9番上げたかったんだけど、2と4の議論よりも7番と9番の不毛な議論の方が圧倒的におかしかったから、2と4にスポット当てるよりか7と9にスポット当てた方が良かったなっていう意味で、結果7番9番多分両方人外だと思うんですけど、役職乗っ取りがなければ。あのね、2番が結果村だったじゃないかっていう言い方してるんだけど、これは2番が4番上げて4番が2番にらんでるから、2番4番ローローだったらやりすぎかなっていう視点で、あのやってる言ってる発言で、結果2番に入れてるけど、あなた2番の村目なんだって言ったんじゃなくて、今日の発言を聞いたら分かるはず。6番さんも7番さん、
で7番は昨日3番入れてる理由もよくわかんないし、9番さんは7番に勝手に下げられるからって言うけど、7番最初発言で9番上げてんのよ、名前で。勝手に9番さん。それよりも5番が気になる9番さんってどうなのっていう話だから。6番さんは強靭な位置占えば、大丈夫だと思うんですけど。まあ、1番さん結果6番守れるって言ってるんで、1番さん乗っ取りないと思うんで。スムラ占えば勝てると思うんです。スムラ当てちゃった方がいいと思います。で、今俺スムラで落ちてるんで、297のスムラ当てた方がいい。はい、以上。夜が来ました。目を閉じてください。ああ、そっか。俺占いすりゃ勝ちか。あ、こんにちは。普通5声するか、3声でいいよね。占い声しないんだったら。朝が来ました。昨夜は誰も死にませんでした。7番のプレイヤーは発言してください。6噛んどきゃよかったな。ミスったな。いやー、まあですね、もう感想戦にはなるんですけれども、まあ、4番さんとのね、夜会話で、釣り位置を、上げられたら占いで使用しましょうって言って、まあ、4番さんにちょっと占い使用してもらおうかなと思って言ったらそのまま死んじゃったみたいな。あまりいいです、いいです。もうその辺はどうでもいいです。開示するんで。いやー、大丈夫ですよ、大丈夫です。っていうところですね。はい。というとこです。でも6番さん、これで勝ってなんか嬉しいから。まあいいですよ。はい。7番、夜にスキップしました。ゲーム終了。うわぁ、9強か。8、9。あのね、ごめんね、言い訳させて。あ、どうぞ。あのね、7番さんがまさか俺を最後に入れてくると思ってなくてチャット用意してなかったんだよ、俺。あ、そうなの？俺、占いで出て、それでって思ったんだけど。いや、俺下がったからさ、余裕考えてたらまさか、ね、それあるある。あれ4番さん、俺もこれ前やってて、俺全然釣り位置じゃねえなってなった時に同じ状況になって出れなくなったことあるんだよ。それわかる。そうだよね。うん、それで初日釣られたことあるから。いや、もうこれしょうがねえ、釣られて死んで教授に託すしかねえと思ったんだけどね、もう無理だよね、ごめんね。マジか。なんか、1歳しろとか言ってたから、1しろ打つのかなと。まあ、ライン切って4から出たら強いからね。7番が4上げてるから。まあ、7番さん6から上げたら黒いよね、あれ。6、最後に4上げてるからね。6、4上げた？ 6 は4上げた。7番さんが、俺だけ上がってて、6上げて4上げてんだよね。先に、だから6、4怪しんでんなら、6上げはないよね。あ、6は3を、下げたっていうところをついたつもりなんですけど。ああ、狼だと思ったってことね、3、6。い
や多分村のヘイト的に俺に向いてたから、俺下がって5番が下げてくれたからよしよしと思っちゃったんで俺も。あれは7番さん適当にどっか上げといて6番さん占いしきったやろ。あれそうか、6かめたよ、うん、結構3を叩いてバトン渡したつもりだったんで7番さんにごめん分かりづらくて、ごめんごめん。え、6番さん語りだったの最後。あ、普通に西郎でした普通に。じゃあある意味勝ちか。あ、でも9番強人だから変わらない。え、あれだ、西郎だったらもう負け確、陣外はね。いや、試合に負けて勝負に勝った気分ですね。7占われなかったんで。あれ占いっち俺がいいよね。あの役占う可能性があるから。5番の遺言がめっちゃ良かったね。けど1番さん護衛は6か3じゃないあれ。6神が良かったな、ミスったな。6レンガでまだ目はあったかもしんないけど、俺は5一択だったんだよね。いや5かまんやろかも。霊能あるとしたら5かなって思ってたんだよ。5はかまないね。グレーカムなら3じゃないかな、オオカミは。いやもう、狂人潜伏してるし、平和村盤面だったじゃん、俺のせいで。だからやっぱ6連がして、おのおのが怪しいとこ持ってたから、俺は釣られたとしてもまだあったかもしれない、勝ち筋が。まあ6連がか、役を噛みたかったんですよね。ああ、わかるわ。絶対僕役だと思えなかった。怪しいよ、この3番さん何かあるかなと思ってさ、あげた。え、たぶん役ムーブ知ってたつもないんですけどね。そうそうそう、だからめっちゃもう3番さん噛まれるし、4番さん黒だし、3番さん申し訳ないっていう気持ちしかなかった。47が当たってたから噛まれたってこと？いや、白先だから噛みづらしいよね、7番さん。あ、8番って2番強陣置いてなかった？うん、だから要は8、9いきなりっていうのが、いやあれでなるのかと思ったから、それを強陣アピールかなと思って。目の前で47が強陣ムーブしてるのに。いやまあこれセオリーは左上げた方がまあまあ強いとは思うよ。だってもう3とか5上げたところで何もわかんないからね、喋ってない人だから。卓上に上がれてないから。そうなんですよ、だから私一番じゃないですか。だからまあ 9から7上げようが結局は誰も喋ってないとこだからいいかなと思って。いやまあセオリーだけどね、別に悪いわけじゃないけど、強アップとかに使う人とかは上げたりするけど、まあ6番さんが白かったね、最白だったから。いやもうそう、それに尽きる。え、6番さん最白だった？最白、6番さんが最初1周目4叩かなかったっけ？まあそうそうそう、だよね、あれがめっちゃ白かったから。もう上げ方マットすぎて6叩きないから、もう5を加工しかなかった。そっか、俺6番に濡れると思ったのに。2番さんのスケール合うって言って3番をなぜか下げた方が6番さんの2周目の違和感やったけど、6番が3周持ってんやったらまあ納得ですよね。そうだよね。9番さん俺の方がご主人に見えた、2-4で。9番さん、いやー4-5どっちかだなと思ってて。あ、いやいや、2-4のランだったじゃん初日。いやー2番はね、単品白かったんすよね。で特に誰も狼基本追ってなかったと思うんですよね。ああ、どっちでもいいって思って4位だったんだ。いや、だから 2-4 で票偏ると思ったんですよね。結構、いい勝負になっちゃったんで、そこもちょっと僕のミスだったんで、狼申し訳ないですけどね。準備はしてた？なんか役で。してたんですけどね、3神入ったらちょっと、いやきついかなと思って、3で役が抜けたことを期待するしかないかなと思って、申し訳ないけど。ああなるほどね。いや八幡さん疑って申し訳ないな。
いやいやいや、セオリーじゃなかった、私は悪いですね。いや、俺がカバーしますよ。これは村強いね。勝率、村の勝率はかなり高いよね。まあ一番がまず守り先良かったよね。そうだね。まあ読み合いだね、こればっかりは。そうだね。たくもさん、あの陣営のやつはやったことあるんですか？え、陣営？あったじゃないですか、なんか。あの、何チームかに分けて、あのやり、何でしたっけ、あれ、なんか。ああ、なんかやってたけど、うん。あの、ミサイルとかはやってるよ、ミサイルとか大統領とか。あ、そう、大統領だ、大統領。そうそう、あれ、うん、やったよ、この前。なんか、たまに深夜、うん。身内村になった時やってる。4番さん、3番さんが47って追ってるから、6番組が成功しても結構厳しかったんですよね。いや、まあそうですね。まあでも俺はもう3を初日つっといちゃえばいいかなと思ったんだよね、もう。いや、そう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 。そうなんですよ。やっぱ上げ下げとか、その、釣り位置上げるっていうのがやっぱ村強いんだろうね。そうそう。釣り位置上げる行為って結構やっぱね、情報落ちるからね。やっぱ IC とか上げてる人って白く見えちゃうからね。でも野良でやったらなんかツイッチ先上げた人つらいちゃうんですよね。ああ、まあまあ、ね、今回は7が完全にミスったよ。4をわざわざ上げなくてもいいのに上げちゃったからそうだね。あれ上げずに6かしねえと噛んでたら、いや6売らないで多いよな、あれ。まずで、あと、村が強い理由って、狼が油断して、チャットとか用意してないのが結構きついな。俺もそうだったし。6が出たら俺も出ればよかったのに。だから、これもう、ジンが前もって何で出るって、本気で自分役引いたつもりでやるしかなさそうだね。なんか仲間かばったり、いろいろすると多分勝てないかも。知れないね。で、なんか付け焼き場で何しろ持ってるって言ったら何しろ持ってる発言ではないって。そうそうそう、そうなるから、うん。そもそもあれでしょ、7番さん多分最後2枚あげるっていうのにびっくりしたんでしょ。2枚あげるので、どこあげていいのかわかんねえと思ってて。俺もまさか6番がそのサリに入ると思わなかったもん。そう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 。いやまあ7番の色も見れるしで、3番を強したくなかったから。じゃあもう一回あれで、そう、3を復活させんだなと思ったんだよ。そしたら、いや、俺は6をね、ぶち殺す気満々やった。そこが黒くなったね。いや、占いで出られたらね、占いで出なかったら筋は通ってたと思うんだよな。まあこれ、役が出れないから無駄占いあるからね。一概に近くもいい。うん。だから初日にロック32のスケールになってたら多分2が釣られるか3が釣られるかだったから。うん。まだ対抗出る余地あったよね、あの2周目。そうだね。まあけど4から出たら俺は6進で見てたけどね。みんなはどうかわかんないけど。また三四郎持ってるし、六は。そうだね。四から出ても七から出ても六進じゃない？そうだ。それはなんか期待蹴りのような感じで気分よくない。これ六から出て四七と地下から対抗して三番が二日目パンダになってみたいなライン戦になるかな。そうだね。まあ狼サイドは占い師見抜いてなんとかね村側さんにあげて死ねと噛んで乗っ取るのがいいかもね。勝つには。はい、ありがとうございました。じゃあまたお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。